はい、皆さんこんにちは、熊沢でございます。本日はカメラのテーマでお話で話題でございます。はい。ですね、カメラで三脚だったり、一脚だったり、あるいはジンバルだったりっていうね、カメラを何かに積載するっていう時に、例えばね、こちら、卓上三脚、ミニ三脚、これマンフロットのピクシーという小さな三脚です。こういう風にね、パッと足を広いてじゃないのね、もう高さの調整とか一切できません。その代わり、こうコンパクトで軽くて、ポンとテーブルの上に置いとくことのできるような小さな三脚に始まって、すごくね、大きい三脚とかもあったりします。一脚とかも、あったりするわけです。こういうね、大きい一脚とか。で、こういうね、小さな一脚っていうのは、だいたいね、4分の1ネジ、カメラの三脚ネジですね、を、こう、カメラにグリグリグリーとつけていくことでもう、装着できるよっていうのが、売りです。どんなカメラにもすぐにつけることができるよねっていうのが売りなわけですよ。で、それに対して、共通する、何かね、カメラでいうところでカメラとレンズの関係性、ボディとレンズの関係性のような、感じで、この三脚のいわゆる雲台と呼ばれるところね、こういうところです。こういうところ、はい、これちょっと外しちゃおうかね。ここをね、雲台って言ったりするんですよ。雲台、雲に台と書いて雲台と書きますけれども、こういう風になってるわけですね。で、この雲台とこのプレート、これクイックリリースプレートというわけでございます。皆さんご存知だと思います。中級者の方がほとんどだと思いますので、ご覧いただいている方が。ね。ワンタッチ、ほぼワンタッチでもうつけられるというのが、このクイックリリースシステム、クイックリリースプレートとベースサポートの、いいとこなんですけれども。で、このプレートは基本的に対応しているものにしかつけられないっていうのがあるわけ。それがデメリットなんですけれども、対応しているものを揃えることによって、例えば1脚から3脚へ、3脚からジンバルへ、ジンバルからまた別の3脚へっていうことがクイックにできることができる。これがクイックリリースプレートなわけです。はい。リリースできるわけということなんですけれども、だからね、基本的には、この、クイックリリースプレートっていうのはカメラにつけっぱなしという、前提のもとに作られているわけなんですよね。で、僕もね、ちょっとその現場によっては、準備された三脚と自前のカメラっていう、使い方をすることがあるので、クイックリリースプレートが対応してないと、外さざるを得ないっていうことがあるんですよね。うん。で、アルカスイスのいろいろ規格があるんですよ。マンフロットだったら一緒ってわけでもなくて、マンフロットの中にも僕が持ってるのは501っていうやつ、501っていうプレート、501P かな、とかっていうのがあるんですけど、他にも577とか、それこそ RC2 とか、200とか、いっぱいあるんですよね。うん。で、アルカスイスの雲台に、マンフロットの501はつけることができたりするんですよ。うん。でも基本的にはできないっていうことを前提のもとに、そういうところで、外したりつけたりっていうことをしたりするんです。ただ、基本的に僕が持っている製品、三脚、それから一脚に関しては、この 501HD だったかなっていう雲台なんですよ。三脚も一脚も全く同じ雲台なので、いわゆるその 501P っていうプレートがつくんです。両方とも。だからつけっぱなしにしておけば、一脚から三脚へ、三脚から一脚へっていうことができるんですけど、今、この YouTube の収録で使っているのが卓上三脚、テーブルトップ三脚っていうのを使ってるんですよ。これがマンフロットのものなんですけれども、これはさっきお見せしたピクシーと全く同じ構造になってます。なので、ここに4分の1ネジが切ってあるというか、ついていて、オスがついていて、それを三脚ネジにグリグリつけていくというシステムでやってます。クソめんどくさいんですよね、それが。だから一回外さざるを得ないっていう状況があるんです。でかつジンバル、僕ジンバルはクレーン3ラブというものを使っていて、それのリリースプレートがよいしょ、これなんですよ。これ一見似てるなって思うんですけど違うんですよ。で僕さっき間違ったこと言いましたけど、501のこの雲台にアルカスイスはつくんです。逆でした、うん、ここにアルカスイスはつくんです。でこれはアルカスイス互換なんです、 G 運が出してるやつは。だからこれをまんまつけることは確かできたはず。俺一回つけたことある気がするんですよね。多分このネジが邪魔してるだけで、はい、つきはするんです。つくんだけどよーく見るとちゃんとついてないんですよね、うん、っていうまあなんかそういうことがあるわけですよ、うん、このレンズサポートが邪魔をしてつかないっていうことなんですけど、基本的にはまあそういうねちょっとややこしいところがあるんですよね、どうしても。レンズサポートが邪魔にならないようにすると一応水平は保ってつけることがまあできる。ただ規格が違うのでジンバルから外して即座に三脚っていうのがシステムを構築しないとできない。じゃあどういうふうにしたらいいかって言ったら、このね501がつくベースになるクランプをここにつけることができれば、ジンバルから外す時こいつを外す必要なく、ここについているまあベースプレートからクイックリリースすることで、この501の規格のクイックリリースプレートをカメラにつけたまんま、三脚だったり一脚だったり、まあ、即座に外してハンドヘルドだったりっていうことがまあ可能になるわけですよ。でそのシステム構築をしてる人どれぐらいいますっていう話なんですよね、うん、で僕はしてないんですよ。結果的にジンバルにつけるときはもう一回こいつをつけるし、うん、つけるし、三脚につけるときはこれをもう一回つけるし、でなんだったら、カメラケージっていうものを、まあ、僕は基本的にはつけてるんですけど、写真仕事の中でカメラが複数台必要な場合っていうのがあるんですよ、まあ、特にライブの撮影で。僕は写真機としてはキヤノンを選択して、映像機としてはパナソニックのルミックスを選択しているので、映像もカメラも共通して使える選択っていうのをしてないんですよ。これがねオタッキーなところ、マニアックなところの、苦しみを味わうところですね。例えば映像も写真もキヤノンで撮るぜっていう人はキヤノンで揃えたらいいわけですから、カメラを2台持っていて両方キヤノンとか、ニコンで撮ってる人は両方ニコンとか、ソニーの人は両方ニコンとかできるわけですよ。でも僕の場合は映像はパナで撮りたいんだ、キヤノンで写真を撮りたいんだっていうわがままをひけらかしておりますので、オタクをこじらせてしまっている関係で、写真を撮る。でじゃあ何かあった時のためのバックアップ機って必要だよねっていう時に S1H を持っていくわけですよ。でそもそもで2台同時運用していかなきゃいけない時も S1H を出すわけです。逆も私かりで映像の仕事の時にバックアップ機が必要ってなったら、まあ、レンタルで入れたりとか、5D マーク3を持ってったりとかするわけです。はい、っていう、まあ、ちょっとややこしいことがあるの。なのでS1H をケージから外す瞬間っていうのもあるんですよ。超回りくどいことやってんのね。でまあ以前興味がある方ぜひ見ていただけたら嬉しいんですけれども、新春のご挨拶という動画を出したことがございまして、まあ、その中でもね僕は可能な限り機材っていうものはキャッシュで買いたい、現金一括払いで買いたい、これがなんか僕の中でのこう男のロマンみたいな感じの、まあ、思想を持ってまして、なのでね、カードでローンを組むとか、ショッピングローンを組むとか、まあ一緒ですけど、基本的にそのしないんですよ。なので、稼いだお金の中から、貯蓄をしたりするなりして、カメラを買うとかレンズを買うとか、ギターを買うスピーカーを買うみたいなことをしてるんです。で、そこまで財力がある方ではないので、いまだにね、写真用で準備しているキヤノンのカメラは1台、映像用で準備している映像カメラはパナソニックのカメラは1台っていう状況でやってます。で GH4 は一度手放したので今手元にないんです。一旦ね、そのコロナがこう広がった時にちょっと身辺整理しようと思いまして、一番 GH5 が高値で、GH4 が高値で売れるであろうと思ったタイミングで一度手放しました。仕事上必要ないものは手放そうということで、すげえ後悔してるんですけどね。結構機材整理はする方なんで。で、話ずれましたけど、ケージから外すこともあるんです、僕の場合。だからすごい回りくどいことをしてます。なんですけど、このクイックリリースのシステムを、しっかり構築しておくと、どっかで誰かから、三脚を借りてっていうことがない限りは、基本的に自分が、準備したシステムの中だけで、仕事ができたり、仕事だけにとどまらず、こういう自宅での YouTube 収録とか、そういったものも、外して、つけて、外してつけての、その手間時間っていうものがかなり省けるっていうことが起きるわけですよね。なので、今ね僕はいろいろ検討していて、ちょっとね、また仕事も年末に比べるとだいぶ減ってきてるので落ち着いて自分の機材構成を見直したりとか、することができるので、今運用しているこの501というプレートを基準に考えて。ベースプレートであったりとか、このプレート自体も長いんですよね。さらに長いものも売っているんですけど、一眼カメラに撮ってみたら長い。なのでさらに短いものが売ってるので、これを買ってみたり、純正品を基本的には考えて、純正品で基本的には考えてるんですけど、スモールリグからも出てたりするので、でケージとベースサポートの間にかませるっていうことも考えるしっていうことをいろいろ考えるとね、重要な選択がそこで強いられるということで、マンフロットから最近 Q5 というシステムも出ていて、それがね、501互換なので、互換っていうか純正なんですけどっていうのも出てるので、いろいろ考えて、このテーブルトップ三脚もそうだし、究極を言うと、こういったねボイスレコーダーですね、ハンディレコーダーであったりとか、忍者とかのモニターもクイックリリースできるシステムを作っておけば、例えば、さっき紹介したテーブルトップするときに、ここに例えばアルカスイス互換の、ベースをつけておいて、でこういったハンディレコーダーであったり、モニター、外部モニターですね、5インチなり、7インチなりっていうところの、ところにもアルカスイスのクイックリリースプレートをつけておけば、自分の仕事上、プレートをつける場所が、まずカメラの上、クリップオンすることが考えられる。そしてこういった卓上三脚に、立てることが考えられる。そしてあとはジンバルで別途モニターアームから出すことが考えられるっていう時に、この3つにベースプレートをつけておく。ベースプレートですよ。ベースサポート、ベースですね。クイックリリースの、母艦になるものをつけておく。そしてこういったハンディレコーダーであったりとか、モニターの三脚ネジの部分に、アルカスイス互換の共通するクイックリリースプレートをつけておくことによって、例えば卓上に、モニターを配置しておきたいという時にカチャッとつけるだけで終わるし、ちょっとジンバルに乗せ替えないとっていう時に、そこから外してジンバルから出しているこうモニターアームについているところにカチャッとつけるだけで済むし、カメラにクリップオンしないとっていう時に、すぐにカメラのこの頭についているところにカチャッとつけることができれば、すんごい早いんですよね。っていう、システム構築っていうのを、考えることによって、こうワンオペで、やっているからこそ省きたい手間っていうのを省いていけることになっていくので、このクイックリリースシステムっていうのを上手に活用することによって、俺してないんですけどね、全然上手に活用してない側の人がするといいぜって語るのどうかと思うんですけど、でもそういう理論というかそういうことになってるので、ぜひね、そこで悩んでる方はそういうところを考えてみるといいんじゃないかなと思います。最近だとやっぱアルカスイスで運用するのが一番しやすいとは思うんですけど、ただ現状ご自身が持ってる三脚だったり一脚だったり、究極言ったらアルカスイスで全部共通させて三脚に対応しているこのクイックリリースプレートはもうつけっぱなし。こいつをクイックリリースするんではなくて、こいつは雲台につけっぱなしで、アルカスイス互換のこのベースになる部分をここにつけっぱなしで、アルカスイス互換のクイックリリースプレートで取り外しとかつけたりっていうのをもうつけっぱなしでやっていくっていう方法論もあったりするので、それがね、一番こう楽っちゃ便利っていうか、やっぱ便利なものなのでね、クイックリリースできるっていうのは、そこが一番こう重要なところなんじゃないかなと思いますね。はい。で、基本的にこうアルカスイスの互換品ってこういう風に、三脚ネジが取っ手がついてるもの多いんですよ。でマンフロットとかのものはこれ僕付け替えてるんですけど、マンフロットのものっていうのはもうマイナスドライバー、コインドライバーで動かすしかないよっていう形になってる。これなんでかって言ったら、だって外さないでしょっていう考え方なんですよね。だってクイックリリースプレートなんだから、外すわけないんだからっていう前提のもとに作られてるわけです。だからコインドライバーでもう締め上げたらもう終わり。もちろん外せるんだけど、いつでもどこでも外せるシステムじゃなくたっていいでしょっていうのがこいつの言い分ですよね。っていうのがクイックリリースプレートの概念かなと思いますので、このクイックリリースプレート、特に映像で、こうカメラを扱っている方っていうのは三脚乗せたり一脚乗せたりジンバル乗っけたりハンドヘルドしたりっていうこと、絶対持ち帰る時、運搬する時って絶対三脚から外すのでね、外すっていう瞬間絶対に来るはずなので、そこでクイックリリースできるかできないかっていうところでこうインスピレーションを止めずに撮影をすることができたりだとか、あるいは、演者さんをあまり待たせることなく、大掛かりなセッティングの時には休憩を取ってもらって、そんなに大掛かりな形にならない時にクイックリリースできるっていう魅力はすごく大きいんじゃないかなと思いますので、これを機にぜひご自身の環境整備っていうところにおいて、クイックリリースプレート、それからクイックリリースするためのシステム構築っていうところを考えてみるっていうのも、面白いんじゃないかなと、思います。ということで本日はですね、カメラ映像の話題で、クイックリリースシステムちゃんと活用してますっていう、内容のお話でございました。ちなみに、何度も言いますけれども、私熊沢は全くと言っていいほど活用しておりません。これから構築していきたいなと思いつつ、いつもね、直接的にめちゃめちゃ影響があることじゃないので、なかなかね、思い越しをね、上げてやらないんですけど、そろそろね、ちょっとやろうかなと思って。自分への戒めも込めて、ちょっと動画として、記録しておこうかなと思った次第でございます。ということでぜひね、若干参考になっているという方、ぜひチャンネル登録、最近ちょっと若干噛むんですよね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。高評価よろしくお願いいたします。そして、Instagram、Twitter のフォローもぜひよろしくお願いいたします。そして、最近しれーっとノート始めてみました。はい。以上です。熊沢でした。